日本が推し進める F3 ステルス戦闘機開発ですが、米国の協力もあり、急ピッチで開発が進んでいます。純国産戦闘機を実は作りたかったんですよね。今回は F3 戦闘機開発で、実は実験が開始されているものがあり、それを詳しく見ていきます。答えは新型レーダーですが、これが高性能みたいです。中国のステルス戦闘機なんて怖くないよ。2020年末頃に、航空自衛隊の F2 戦闘機の代替機計画は、三菱重工業を主契約者として、その下に、複数の企業が紐付けられる形式で進められることが明かされ、同社がプロジェクトの取りまとめを担うものとされている。現在の航空自衛隊には3種類の戦闘機が収益中であり、今回の代替対象となるアメリカの F-16 をベースとして日米で共同開発された F-2、ライセンス生産された F-15J イーグル、最新の F-35 ライトニング2となっている。この中で、最新の F-35 ライトニング2は、アメリカのロッキード。マーチン社の手による、いわゆる第5代戦闘機であり、西側諸国が、唯一、調達可能な戦闘機ということもあり、世界的に、採用国が多い機体として有名だろう。日本では、この F-35 ライトニング2を陸上の通常滑走路にて運ぶ。要する空軍仕様の A 型を105機、短距離離陸、垂直着陸が可能で護衛艦、出雲、加賀の航空母艦加護の艦載機とする B 型を42機調達する計画としている。F-15J イーグルは、およそ保有数の半数となる100機前後に、さらなる近代化改修を施し、使用を継続する方向だが、F2 戦闘機は、2035年前後での退役が開始される状況にあり、これを代替するのが次期戦闘機計画である。日本では、現行の F2 戦闘機の開発計画が浮上した際にも、すべてを国産で賄う案も出されていたが、特に、戦闘機の用となる機関部について、当時は、国産化の技術力がなく、アメリカの F-16 をベースにした経緯があった。そのため、厳密に言えば、日本は、第4世代戦闘機を純国産で開発することも、物理的に不可能だったといえ、現在の最新鋭機である F-35 ライトニングにも、同様に、第5世代戦闘機の開発技術も、未保有状態にあるのが実情だろう。他国に互いする能力の最新鋭の戦闘機開発は、それだけハードルが高く、特に、近年では、自国のみの予算、技術力でそれを行うことは、昔以上に困難とされているが、次期戦闘機開発とは、それに挑戦する取り組みとも言える。日本が、F2 戦闘機の代替機について、自国開発を推進しようと、志向した基本には、同機は、日本の広い領海内に侵攻してくる敵艦艇を空対艦ミサイルによって迎撃するという任務を担っており、その役割を引き継ぐためだろう。このため、世代的には第5世代機の次となる第6世代機だと評されているが、次期戦闘機の任務の中心には対艦攻撃力が重視されており、マルチロール化が進む戦闘機の中にあっても、特に対艦戦闘を重視した攻撃機的な機体だと思える。それでも、日本の独力で次世代戦闘機を開発することは困難が予想され、2020年末には、やはり F-35 ライトニング2など、現在の世界の主力戦闘機を擁するアメリカのロッキード・マーチン社が技術支援に加わる方向であると報じられた。その一方で、次世代戦闘機の要素技術としては、日本の IHI 社が防衛省と共に開発した機関部、
XF9 ターボファンエンジンの試作機1機が、すでに2018年の6月に防衛装備庁に収められており、純国産エンジンの搭載が現実味を帯びている。また、同じく2018年には次世代戦闘機に向けた小型で高出力のアクティブフェーズドアレイ方式の火器管制レーダーも東京国際航空宇宙展に出展され、現行の F2 戦闘機のツム J-APG-2 レーダーとほぼ同一の大きさだと判明した。そのためこの新型レーダーは F2 戦闘機に搭載して実地テストによる検証が行われると予想されているが、すでに2018年時点でも地上における500時間以上の時間が検証作業に費やされており、実用化はほど近いと見込まれる。このように IHI 社製の XF9 ターボファンエンジン、新型のアクティブフェーズドアレイ方式火器管制レーダーなど次世代戦闘機を構成する主要な要素の国産化は順調に見えるが、最近はその後の動きの報道は少ない。今年2021年に入ってからは、母国イギリスでも第6世代戦闘機テンペスト計画にて、同分野を担うロールス・ロイス社が日本の次世代戦闘機の機関部についても協業先となるとの報道がなされるなど、動きがつかみづらい。2021年8月には、2022年度の防衛予算の概算要求の中に、次世代戦闘機が完成する無人航空機の開発関連費用が計上されると大手マスコミが報じており、これがどのようなものとなるのかにも大きな注目が注がれることとなった。これまでも2021年6月には、読売新聞がその記事上で、次世代戦闘機に搭載する無人航空機の開発に防衛省が乗り出すと報道したこともあり、世界的に既存の戦闘機を含むこれらの構想に日本がどう対応するのかがポイントとなりそうだ。2021年8月に次世代戦闘機が完成する無人航空機の開発に言及した時事通信社は、その無人航空機の役割を敵航空機やミサイルの早期発見、それらへのミサイルでの迎撃、敵航空機やミサイルへのデコイ機能の実現だと指摘していた。これらの役割を担う無人航空機を想定した場合、人工知能を搭載し、自律飛行を行うことは明らかだが、次期戦闘機に搭載するのか、別に専用の拠点から離陸させるのかには、機体のサイズも含めた、大きな違いがあり、疑問は尽きない。一般的には、有人戦闘機に随伴して、そうした任務を担うのは、反復使用が可能な大型の無人航空機であり、有人航空機もしくは大型の無人航空機に搭載して、そこから必要に応じて射出するタイプは、いわば使い捨ての小型無人航空機と見られている。このため、日本でも、反復使用が可能な大型の無人航空機と、使い捨て型の小型無人航空機の両者を共に開発する可能性が高いと目されているが、いずれも、第6世代たる次世代戦闘機に向けた機体との見方が多いようだ。それに比して、この分野で先行するアメリカやロシア、中国といった各国は、既存の第 4.5 世代旗や第5世代機でのこれら無人航空機の実用化を視野に入れているとみられ、その点が日本とは大きく隔たりがあるように感じられる。特に日本の場合、今後主力戦闘機となる F-35 ライトニング2に関して、独力でこれに対応する無人航空機を生み出すことは、技術的な面からも困難が予想され、
その全世代の F-15G イーグルや F-2 でも、それは同様だと考えられる。逆に、ロシアなどでは、この両方の無人航空機の戦力化が顕著であり、第5世代戦闘機タルジコクの SU-57 に随伴飛行させる大型の S-70 をホートニクや、SU-57 に搭載して運用する小型無人機の計画を同時に進行させている。ことに、大型の無人航空機 S-70 をホートニクについては、早ければ2024年頃の戦力化が指摘されており、こうした事態を重く見たイギリスも、F-35 ライトニング2やユーロファイタータイフーンに対応した無人航空機、モスキートを開発中だ。この無人航空機、モスキートの実用化も、遅くとも、2030年を目途に実施される見込みとなっており、第6世代戦闘機、テンペスト計画の実現よりも早い時期に、これを完成させる方向だと考えられている。近年は、大国同士の直接的な武力衝突の可能性は低下してきているので、この分野での日本の劣勢が、すぐに、全体の軍事バランスを損なうほどの危機には直結しないとは思え、その意味では、非常に幸いなこととも言えるかもしれない。